こんばんは。ヘブンバーンズレッド無課金攻略中のアーサーです。スコアアタックのフォーリンハイロー戦をやります。グレード内容は敵の打属性耐性アップに加え、味方のデフレクタ割合ダウンと敵の攻撃力と防御力アップです。部隊編成は氷属性にしてあります。これは何敵？ポイントペアやドライブゲインを使っていきます。倒れるわけにはいきません。クオネルでござる。行くわ。じゃよく戦えてるかしら。デフレクタ割合が 15% 下がっているので攻撃が痛いです。ブレッジ、ブレッジ。行くわ、ここです。氷属性と防御力を強化しつつ、ムーアで回復と診断を付与します。天球の塊を今導きは凡庸マーク。私すごい足がされてる。占いの結果はの天使ちゃんとニンニンにエンハンスします。敵をぶち殺しやがって。逆に立ちそうでござる。なるで拙者の忍術をお見せするでござる。防御力アップとデフレクタ増加でダメージをかなり抑えれました。行くわ。緊張感じゃねえか。天使ちゃんは 120% までデフレクタを自己回復できます。さらに限界突破を3回してあるので、羽休めのアビリティでターン開始時にデフレクタが 7% 回復します。消える。天球の塊を今占いの結果は、と。ここです。はい。じゃよく戦えてるかしら。敵の攻撃が天使ちゃんに行くと助かります。ムーアで回復しつつもう一度攻撃役に心眼を付与します。凡庸マーク。私すごい足がされてる。ここです。さて、ニンニンの連撃スキルを上げていきます。準備万端でござるよ。本日のキーアイテムはこちら。かたじけないでござる。ゾクゾクしてきた。もう一度連撃数を上げます。さあ、準備万端でござるよ。変えてるかしら。行くわ。よっ、どうでしょう。まだまだベースも加速してきた。
ナで回復しつつオーバードライブゲージを稼ぎます。元気なお裾分け、知りつくぜ、行くわ。いい緊張感じゃねえか。整ったのでこのターンに攻撃を開始します。マリはソフニングで防御力ダウンのデバフをかけ、セーラで全体のクリティカル率を上げていきます。ミコトは専用スキルで前作のデバフを付与します。戦闘まで持ちします。響くぜ。こちら粉物たち、サチアレ、とってもいい感じです。私の素顔を存在で見たの。全アルバム購入特典をお見舞いしてやる。オーバードライブを発動して天使ちゃんでソフニングのデバフをかけ、ミコトは前作と役のデバフをかけます。デバフというらしい。やっちゃえ。私の素顔を戦場で見たの。生きて帰れねえって、ね、最後はマリのルインイリュージョンのバフをかけ、ニンニンと天使ちゃんの専用スキルで攻撃です。良い闇に出すマスミの鏡に化け力となり振り注げ。アップ。しょしょ、忍びの技を目に焼き付けるでござる。ガードスキルオフ。天使ちゃんの出番なしでしたが40万点達成です。